今の武器は自分に合ってるか？いろんな種類の武器を試して好みを見つけるといいぜ。最終ポイントはこの先だ。もう一踏ん張りだぞ。なんで終了任務からこんなことに。なんだよあれ、あんなでかいやつ倒せるわけ。機械用のテレパイプを準備してください。先にその大型弾頭をやっつけて。了解だエコ。ボトンブラストで一気に型をつける。ルーキーども、少し時間を稼いでくれ。見えてくるぞ。こいつ巨体の割に足が細い。どれか一本を集中攻撃してみようぜ。よし、よく耐えたな。こっちも準備完了だ。奥の手、行くぜ。
すっげえ。これがフォトンブラスト。あんなでかいのが一瞬で。お前さんたちが踏ん張ってくれたおかげだ。サンキューな。周辺の安全を確認。テレパイプを転送するから戻ってきて。お帰りなさい。あなたたちも大丈夫？怪我とかしてない？おいおい、俺がついてたんだぜ。そんなヘマさせっかっての。改めて、俺はゼノって言うんだ。こっちのうるさいのがエコー。よろしくね。あと、うるさくないからね。あ、俺、アフィンって言います。よろしくお願いします。こいつは相棒。俺たちアークスになったばっかで、何が何だか、わけがわからなくて。いいんだよ、細かいことは考えなくて。そういうのは上の仕事だ。あるいは自分で調べろ。さっき出てきたのがダーカーで、俺たちアークスのフグ大天の敵。俺から言えるのはそのぐらいだ。まあ変な夢抱いたままじゃなくて、いきなり現実を知ることができたってのは逆に良かったと思うぜ。ちょっとゼノ、少しは考えてよ。この子たち、いきなりの実戦でショックを受けてるのよ。そんなおもんばかったところでダーカーと戦うって現実は変わらねえよ。だったら早めに知っておいた方がいい。その方が長生きできるからな。ほらほら、そんな神器臭い顔するな。お前らは生きてる。生還したんだぞ。終了任務達成、バンバン剤じゃねえか。はい。そう、それでいいぜ、アフィン。納得できなくても、うなずく気力があれば大抵のことはなんとかなるさ。その悔しさを忘れるな。諦めるな。忘れず諦めずにいれば、いつかきっとなんとかなる。かっこいいこと言ってるように聞こえるかもしれないけど、今の完全に受け売りだからね。おい、こら、エコーバラすな。いいんだよ、師匠の言葉は俺の言葉だ。格言を勝手に作らないの。まったく、昔から勝手ばかりして、私の苦労も少しは考えてよね。お前の遅刻癖は俺のせいじゃないだろう。うるさいゼノ。ほら、もうすぐアークスシップに着くわよ。ほら、そこのルーキー君2人組も笑ってないで準備しなさい。